はい、まずブリーチをしていきたいと思います。使うのがこちら、新しいやつなんですけど、はい、こちらの D ブリーチっていうのを使っていきたいと思います。はい、いつもアルカリ、アルミノの120を使ったりするんですけど、今日はこちらを使いたいと思います。でちょっと濡らさないと根元がちょっと怖いんで、ちょっとウェットします。まずまあブリーチ乗せてみないと分かんないので、まず乗せましょう。今パレットを使いながら、塗っていきます。で根元の方は逆にこう塗っていって、まあ後々後で根元を攻めるかもしれないんですけど、ちょっと状況を見てやります。で根元の方を逆に塗って、こういう風に逆塗りしてあげて、まあ自然につなげていきたいなと思っております。で、まだかなり白くしないとその希望の色にならないので、まだここではオニヤンマの出番がなくて、で毛先のダメージの方が多分強いと思うので、後でヤバそうだったらオニヤンマをつけて、やっていきます。で今ちなみにケアブリーチは使ってなくて、もうブリーチ単体でやってますね。で基本的にケアするブリーチは使わずに、オニヤンマを使って減力させるとか、あとストップさせるとか、そんな感じで考えていきます。ウェットした理由としては、根元の方ドライで入っちゃうと結構ムラになりやすいんで、ちょっと根元を濡らしました。水で、普通の水ですね、水スプレーですね。で顔周りのこういう産毛とかは、ちょっと頑張ってみたいと思います。今1回塗り終わってまだ時間は置いてないんですが、6% を2倍にするということは結構見ながら、で途中で、あ、ちょっとやばいなと、毛先やばいなと思ったら、そこでオニヤンマを出していくって感じにしているので、今、はい、ではこれで、流してきたんですけど、2回目のブリーチをいきたいと思うんですが、根元が必要になったら使うかなっていう感じなんですけど、宿毛矯正とかは結構弱い髪とかは絶対使うようにはしてるんですけど、なんか使うことによって逆に遠回りになってリフトしなくて、なんか逆になんかお客さんの結果微妙だったりすることもあるので、なるべくシンプルが一番いいと思います。ちなみにこのもみあげのところは皮膚ただれちゃうと危ないので塗ってません。この辺ですね、はい、今ブリーチのブリーチ 1.5 回を2回やって、その上に、今シャンプー終わったところなんですよね。そこにオンカラーする前にトリートメントをしていくんですが、毛髪内部がアルカリに傾いてますので、トリートメントがすごく入りやすい状況になってます。そこで、ごめんなさい、ちょっと冷たいんですけど、モモンガのトリートメント、これをモモンガついですね、これを全体にちょっとつけていきます。そしてで、ペールイエローっていう色がブリッジしてるとベースに入るんですけど、こういう感じですね。でこれがですね、実はこの後の色を結構マイルドにしてくれるんですね。例えばアッシュでしたら、まあ、アッシュベージュとかアッシュグレージュとかって入れるときに、アッシュが強すぎるとやっぱり結構汚い色になったりするんですけど、これをベースに入れとくとすごく綺麗に発色します。まあ、もちろんこのまま上げたら全然色として使えないんですけど、まあ、ベースにこういうの入れとくといいよって感じですね。全然余計なトリートメントとかしなくても、全然このモモンガだけで全然いけるというか、いろんな成分が入ってるので、ハーブも入ってるし、コラーゲンも入ってるし、まあ、システインも入ってますし、その他いろいろとツヤ出し成分だったりとか、まあちょっと酸とかいろいろ入ってるんで、このような感じによくね、まあ、車とかバイクとかの塗装とかもサフェーサーってちょっとベースにね、こう、まあ、それはシルバーとか色をベースに入れたりとかするんですけど、やっぱりその原色よりもベースに入れておくことによって上の色が綺麗に見えたりすることもあるので、そんなようなイメージで僕は考えてます。オニヤンマを使います。で、オニヤンマをちょっと使うんですが、オニヤンマをこの上につけていくんですけれども、全体につけます。酸化力があるので、
これを全体に行き渡らせると紙が、ちょっとアルカリが少し抜けてですね、落ち着いてきます。で、落ち着いたところで色を入れるっていうような感じで僕はやります。あのニヤンマなんですけど、これあのコスパがいい使い方としては、あのちょっと水と薄めて使っても全然いちいちとかで使えるので、まあ、もしあのマドラーとかで混ぜて使っていただいても大丈夫です。で、あのオニヤンマの後リンスつけるとめちゃくちゃツルツルになるんですよね。なんでその方がやりやすいかなと思います。こんな感じですね。で、これでオンカラーをしていきます。で、ちょっとした裏技なんですけど、まあこれね、ちょっと薬事法の関係で皆さん真似しない方がいいと思うんですけども、オニヤンマになので、そういう効果があります。はい、これでちょっと時間を置いてからちょっとまた見たいと思います。はい、今カラーの、最後のカラーのシャンプー終わったのですが、この後にで、あの臨機応変にその使わない方がいいところでは使わない方が良くて、必要なところに必要なものを使っていくっていうのがいいと思います。何でもかんでも使っちゃうとマイナスに動くことも結構あるので、なるべくシンプルにやっていくっていうのが僕はいいかなと思います。薄紙のクリアコートをつけますね。これを薄紙のクリアコートをつけて終わりって感じです。悪く言うつもりはないんですけど、あの結構カットラインがすごい、多分なんか普通にジャギジャギ削いだだけみたいな感じでラインが全く今ない状態になってます。で、それって多分広がっちゃうのもあるので、あと結構削ぎの部分がかなりランダムに入りすぎちゃってるんでまとまんない状態もあるので、毛先の重さをプラスするっていう部分と、あとはダイバルタンで削あのヤスリがけしていくしかもないので、それをします。かつ、まあラインは後で作るとして、結構そぎのところがすごいんで、ちょっとまずダイバルで一回面をきれいにしましょう。画面をちょっとヤスリがけをして、これストレートシザーでやるとバスって切っちゃう可能性があるんで、こういうカーブ、長いカーブなんですけど、こういうの使わないとです。で、これ先っちょがちょっと空いてるタイプなんですけど、なぜ空いてるかっていうと、バスってこう切らさないんですよね、先っちょが空いてるんでっていう感じです。だいぶそれだけでもだいぶ収まるかなと思うんで、そぎはあんまり入れないですね。そぎはもう必要ないので、そぎというよりはそいだところを綺麗に整えるっていう感じが今は必要なので、はい、前も言ってるんですけど、まあ、結構最近インスタで枝毛カット流行ってるんですけど、あの僕も昔はやってたんですが、結構こうやって、なんかわかんないけど、こうやってると、こうかな、こんな感じで切ってる人いるんですけど、こうやって切ってるんですけど、あれはもう絶対やめた方が良くて、これ表面をこうやってやっていくと、ここがバサバサになってくるんですよね。で、アイロン入れてるんで多分わかんないと思うんですけど、乾かすときに全部ここバーって出てきちゃうんですよ。この円に対して沿う感じになっちゃうんで、完全に NG で、まあ、これも結構気をつけた方がよくて、まあ、ここ使うときもあるんですけど、表面ひどいときは使うんですけど、その場合もなるべく、まあ、こっちの刃をコンベックスの方にして僕は入れます。こうエッジ効いてない方でこっちでこう、なぜかっていうと、ここに短い毛作りすぎると、理想は中は結構取って、表面はここだけをヤスリ掛けするぐらいが一番ベストなんですよ、実は。こう取って、ここをやる。だからそれなのに、ここを結構みんなやっちゃってるんで、ここがバサバサになっちゃうんで、アイロンでごまかしてるからいいんですけど、そういうのがあります。で、ここも、ここを取って、下からやってて、そうすると、この丸さが出ますね。そして今度後ろやりますが、で結構この枝毛カットのポイントとしては、結構ノーテンションで結構力をふわっと抜いた方がすごい噛んでくれるんで、結構力入れてやるとあんま噛まないんですよね。なので結構力抜いてやるぐらいの方が良かったりします。はい、このように、で特にこの多分
ポンズの場合この耳後ろのこの辺の重さが結構気になると思うんで、これそぎじゃなくてもうこれでいっちゃいますね。ここの重さが結構膨らんじゃうんで、これを切っちゃいます。で面をピタッとしていけば、あの膨らむのが気になるって言われてたので、膨らみをちょっと取るためにそうしてます。であと結構この辺タイトにすると結構可愛くなるんで、ここをちょっとキュッて、あの日本人の骨格ってやっぱこう四角いんで、まあ、彼女はそんな四角くないですけど、ここをタイトにした方が絶対可愛いんですけど、ここをタイトにする方法っていうのはここにペタって食いつくんで、そうするとこっちが出て見えるから可愛く見えるんですよ。こっちキュッてこう入って、なんで奥行きが出て見えるで、この顔前が暗く見えるんですよね。少しタイトになることもあって、ですけどこっちはボコってなってるん でこれもT4 セリングっていうセリングでこう中を削ってこう埋まるんですけど、もう削げないので今日はちょっとそれは違う時にやります。できまして、これでめちゃくちゃタイトになると、そうするとここはこうなります。まあ、こうしたくない場合はやんない方がいいですね。で例えばめちゃくちゃ、めちゃくちゃ量取りたい場合、まあちょっと今これやりますけど、ここはちょっとこの骨格がちょっと出てるんでちょっとやります。結構膨らみやすいのかもしれないですね、骨格の形状が。でここをもうちょっと取ろうかなと思うんですけど、この R2 セイングを使って今のやり方をとダイバレタンと同じやり方やるとき、まあ、これもね難しいっていうか、まあ、これでこのぐらい取れるんですね。これが中の広がるやつなんで、束ごとにイングラで重さをちょっと作ります。ちょっと前髪がもうちょっとこう生きてくるんでかっこよくなるんですよ、ちょっと切る。コツは束ごとにちょっと重めに切るっていう感じですね。あといるとしたら、でそうすると結構センターがここ長い、この距離をこの距離って出さない方がいいんですよ。ここの距離を皆さん大体こうやって切っちゃアーチで切っちゃうんですけど、ここの距離出しすぎると小顔効果が出ないんで、これでちょい目の上が短くなりまして、あとは毛先をもうちょっと重さを出したいので、あんまり長さ変えないようにして重さを作っていきます。ショーバルタンで上からイングラを作って、イングラを作って毛先を切る感じですね。それで重さを出して収まりを良くしていきます。ここの長さ、ここもちょっと重い方が可愛いんで重さを作って、横が重さ出るまではちょっとそれで対応していくっていうような感じになります、ね、これにすることによってサイドと後ろの洋館のバランスが結構近くなるのでいいかなと思います。それじゃないともう変わらないです。でこんな感じで今日終わりかな。はい、でこんな感じに今日は仕上がりました。こんな感じです。見えますでしょうか。はい、でこれで今日は終わりたいと思います。よし、こんな感じです。はい、だいぶ変身しましたね。はい、